ビマコットン使ってて、これ1990円なんですよ。こんなんありえへん。やっぱりね、ユニクロのコットンレベルちゃうわ。はい、本日ですね、おいマジかよ、お値段以上のクオリティのユニクロをですねご紹介していきたいなと思います。ということで、春夏のアイテムでね、ユニクロ U とかいろいろ立ち上がってるんですけど、僕店頭見に行ったんですよ。で、何の情報も入れずにパッて行って、あ、これめっちゃええやんっていうのを3つほどセレクトしてきましたんで、とりあえずね3つね、パンパンパンと紹介したいなと思います。まず1つ目っていうのがですね、今回ちょっと初めての試みということで、パンツで白っていうところ。僕の視聴者さん、あんま白のパンツ履くこと少ないと思いますし、僕自身も少ないっていうところもそうやし、あとはリネンのシャツ、これもなんだかんだちょっと大人系でいけるんちゃうかなっていうところでやっていきましょう。そして最後がですね、こちら3つ目、鬼塚 T シャツっていうのがあるんですね。この4月1日に鬼塚栄吉がバッグ戻ってきましたけど、大体鬼塚ってこんな感じの T シャツ着てるかなと思って、この3つをね、ご紹介していきたいなと思います。まずはですね、この T シャツからいきましょうか。スーピマコットンクルーネック T シャツっていうことで、一応カラーはグレーなんですね。で、スーピマコットン使ってて、これ1990円なんですよ。こんなんありえへん。異次元のレベルで、この値段でみたいな感じなんで、とりあえずこれ着てみたいなと思います。はい、まあこんな感じです。いかがでしょうか。ユニクロ U のクルーネックってやつが1000円ぐらいであるんですけど、それも全然悪くないんですけど、それに関してはなんかもうちょっとガシガシしてるんですよ。で、別にコットンとしてもすごいいいわけとかでもなかったから、まあこれはまあええかっていうことで、このスーピマコットンの方にしてみました。まあこれでちょっと鬼塚栄吉っぽい雰囲気出るかなということでね、やってみました。これまあカラーも他にも何色かあったんですけど、僕は今回このグレーをね、チョイスしてみたという感じです。まあちょっとね、このサングラスなんかかけたりしたらね、ちょっと夏の男っぽい感じになるじゃないですか。で、これがまさか1900円に見えます？で、僕これ似たようなやつ持ってて、昨年ね、これサンスペルってイギリスのブランドの、これもスーピマコットンやったと思うんですけど、それの T シャツも買ってるんですね。で、こんな感じの緩み買ってるんだけど、それはね、1万円ぐらいするんですよ。で、それ考えたら、言うたらスーピマコットン、スーピマコットンじゃないですか。確かスーピマやったと思うけども。で、それで考えたら、価格5分の1なんですよ。他のブランドやったら1万円ぐらいするんですけど、それが1900円で売られてるっていうわけわからん価格帯ね。で、例えば今まで T シャツにそんなにいいの買ってないっていう方は、こういうの買ったりしたら、肌触り全然ちゃうなっていうのがね、分かっていただけるかなと思いますので、ぜひこれはね、あったらいいかなと思います。ただちょっと怖いのが、このリブとかですね、この辺りが少し伸びそうな気がせんでもないから、洗濯結構してくると伸びるかなみたいな、肩崩れるかなみたいな印象はありますけども、まあそれでも1990円ですから、いいんちゃうかなっていうことになります。で、次がね、パンツに行きたいなと思うんですけども、パンツがね、こちらワイドフィットカラージーンズっていうことで、僕がね、上田に買いに行ったんですよ。ルクアに買いに行ったんですけど、もうね、その時にはね、これ33インチなんですけど、僕31なんですよ。で、31がもうなくて、30か33入ったんですよ。で、30履いたらね、もう丈足りてなかったんですよ。だからもう泣く泣くこれにしたんですけど、ちょっと履いてみますね。ちょっとね、パンツとして大きいかなと思ったんですけども、こんな感じになっております。で、何がいいかというと、まあ、全部ね、天然繊維なんですよ。これもコットンでしょ。で、これ下もコットンなんですよ。やっぱりね、ユニクロのコットンレベルちゃうわと思って。他にもマウンテンパーカーとかもあるけど、マウンテンパーカーになるとちょっと化学繊維になった瞬間にね、あ、確かに安いなって感じするんだけど、こんなん普通にセレクトショップ売ってたりしたら全然1万円超えてくるやろなっていうようなね、仕上がりになってたんで、いいんちゃうかなと思って選ばさせていただきました。だってもうこれでね、この感じで言ってたらもう、なんていうんですか、ちょっとイケパパになってません？まあ僕パパじゃないんですけど、まあちょっとこれバンズの職人ってやつなんやけど、こんなん履いてみてもいいかなと思うし、ちょっとまだ半袖早いでっていうことであれば、こういうね、マウンテンパーカー。で、こんなん着てみても、まあまあちょっと春っぽい感じじゃないですか。で、よく見るとね、パンツがね、キナリなんですよ。アイボリーなんですよね。だから普通の白とかと比べると、まだ真っ白履かへん人からしても履きやすいんかなと思って、真っ白なやつってやっぱりちょっと綺麗めな感じでるんですけど、これね、アイボリーやし、やっぱコットンやから、なんていうのな、ちょっとこう作業着っぽい感じにも見えるんですよ。だからまあこれはこれでありちゃうかなっていうことでね、こんな感じはいいんじゃないかなと思いました。で、それ以外にやったら、例えば、まあ、こんな感じで G ジャンにしてね、インナー着て白パンで、で、なおかつ、ちょっと足元だけね、赤とか入れちゃったりしたら、もう、これキムタクやんので、これキムタクやないかいと思ったんですけど、キムタクではないですよね。こんな感じの仕上がりにはなってるんですけど、ちょっと子供らとイオンモール行って買い物行くとかね、フードコートちょっと行くぐらいな感じで、こんな感じで行ってくださいよ。ほんなら、ちょっとイケてるやんってなりません？そんなことないか。まあ、そんな感じになってますので、こういう感じでもいいんかなと思います。で、僕結構ね、リネンのシャツあんま好きじゃないんですけど、今回買ってみました。っていうのもなんでなんかっていうと、やっぱり値段が、このプレミアリネンシャツが、なんと3990円なんですよ。で、なんで個人的にリネンが好きじゃないかというと、ウールと一緒なんですけど、やっぱ縮むんですよね。だから洗濯した時に縮むのがちょっとどうかなっていうところで、僕あんまりリネンとか買わないんですけど、まあちょっとこれに関してはね、まあ値段もそんなに高ないし、
このリネン使ってね、この値段で出せるってちょっとよくわからんなと思って、これ梅田の阪急メンズ館なんか行ったりしたらこれ2万か3万で売ってるやろうなと思うんですけど、こんな感じで仕上げてみました。ちょっと僕似合ってないかな。ちょっとサングラスのカラーが違いますね。多分こっちの方がまだ合うかな。どう？似合ってる？似合ってはないね。なんかちょっと変な感じするけど、まあまあまあこれはこれでいいでしょう。こんな感じでちょっとリゾート地っぽい感じでね、いいかなと思いますけども、シャツはこんな感じにしました。まあ多分半ズボンとかの方が合うんかな。もうちょっと息をしなったら40代以上とかの方が合うんかな。色が悪かったのかちょっとわからないですけど、これねカーキもあったんですよ。でカーキはまあいいなと思ったんやけど、カーキに関してはもうキアンでも絶対自分に合う色やなと思うから、毎回その色ばっかり選んでても思んないなっていうことで、今回まあ夏やからピンク、サーモンピンクにしてみたらどうかなっていうことで、やってみましたけど、皆さんの反応を聞きたいですね。こういう感じになっております。で、まあ、リネンはね、あとね縮むっていうのと、あとシワが結構できるので、まあ、そのあたりはちょっと取り扱い難しいかなと思うんですけど、まあ一回こういう安いので一回勝負してみて、自分に合わへんやったらもうやめたらいいと思うし、いやこれめっちゃリネンっていいやんで、こう軽くて長袖やのにけど涼しい感じで、ちょっと旅行行った時にね綺麗めな感じ、ドレスコードあるようなレストラン行く時なんかは、こういうの着ていくのもいいんちゃうかなっていう人もいてるやろうし、まあその辺はちょっとね一回やってみようのは分からへんんですけど、まあそんな感じになってます。だけどまあこの下の、GTO T シャツね、鬼塚 T シャツに関しては、まあまあまあ、まあ、誰が着てもね、いい感じになるんじゃないかなというところもそうですし、まあパンツはねこれ実はね、セットアップなんですよ。でセットアップで上がピンクとか白も黒もあるんですけど、買おうと思ったらもうなんか人気あってなかったんですよね。で今回、まあ、神アイテムでおすすめっていうのを出すときにない商品説明してもしゃあないなと思ったから、もう梅田のところでこれの上がもうないっていうことは多分どこ行ってもあんまないんやろうなと思って、今回ジャケットの方はね入れてません。だからジャケットがどんな感じのジャケットなのかちょっと僕は分かってないんですけど、まあ、パンツでちょっとこう白いパンツとか、まあこれ白じゃなくてもカラー展開この横には出てますけど、こうちょっと落ち着いた色味とかでいいやんっていう方であればねいいんじゃないかなと思います。で洗濯も全然この上下に関しては普通に洗濯できるけど、まあリネンだけちょっとおしゃれ着洗いとかしやなあかんと思いますので、その辺りがどうかなって感じなんですけど、これでまた日焼けなんかしてきたりしたら多分めっちゃかっこいいかなと思いましてね、ちょっと選んでみました。で約1時間ぐらいユニクロの中ぐる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 回ったんですよ。でどれがいいかなって思っていろいろパンツとか見てて、パンツも結構良さそうなやつ結構あったんですよね。チノとかあとジーパンとか、それこそ以前もねこの冬ぐらいかな、このパンツめっちゃジーパンいいですよねって言ってたんやけど、ちょっと入りますね。まあ、このパンツに関してはね、もう全人類まず買ってくださいと。デニムをめっちゃこだわってない人であれば、もうデニムこだわってる人とかってもうめちゃくちゃ高いお金出して買うんですよ。10万とか20万とか、ともすれば100万とかでも買う人おるやけど、そうじゃない人であんまデニム分からへんっていう方はもう全人を買ってくださいっていうぐらいのパンツで、何やったっけな名前が、ストレッチセルビッチデニムストリームスリムフィットジーンズみたいな名前です。でもこんな感じでね言ってもらったらいいかなと思うんですけど、まあ、パンツはねこれ良かったから、なんかジャケットないかなと、これのセルビッチ のジャケットあったらめっちゃいいのになと思ったんだけど、僕ちょっと調べてる限りではなかったんですよね。だからジャケットは作ってないんかもしれないんですけど、まあ、とにかくユニクロでの今の3種の神器ね、この春夏3種の神器卓造やったら何買うのって言われたら、まずこのスーピマの T シャツ、まあ、これはまずとりあえず黙ってこれは買ってほしいと、一旦買ってもらったら、あこんな感じなんやねっていうのが分かっていただけるし、ちょっとその代わりね首元のバインダーが少し怖いのでビュッて伸ばしたりはしないようにだけね、そーっと着てもらうようにだけ気をつけていただきたいなっていうことと、あとまあパンツですね、僕はこれインチが合ってないので33インチじゃないんですけど、自分の適正サイズで履ければねいい感じに楽に履けるんじゃないかなっていうところと、あとシャツですね。シャツは、まあ、夏はあんまシャツ着ひんっていう人もいてるから、まあ、そういう人はまあどうかなと思うんやけど、この3つはねすごい今回のユニクロの春夏やったらめちゃくちゃいいんちゃうかなと思って見させていただきました。やっぱり夏場になってくると少しちょっと体型がね、いろいろ頑張っていかなあかんっていうのがね、ほんまにこの30超えてから体型維持するのめちゃくちゃ大変なんですけどもね、皆さんもいろいろ頑張ってはるかなと思いますけど、僕もね体型だけ崩れないように頑張っていきたいなと思っております。だって体型崩れちゃってね、この白パン履いてくださいよ、もうほんまの作業着になるんですよ。で体型崩れちゃってねこれ着るじゃないですか、もうほんまに部屋になっちゃうんですよ。で体型崩れてねこのシャツ着ちゃうじゃないですか、そしたらねただの浮かれてるお父さんになっちゃうんですよ。だからねちょっと体型だけはね皆さんこう頑張っていてね、僕も頑張ろうかなと思いますので、一緒にね30代からね、体型ちょっと気をつけながら40、50、60とね、いい体型のまま洋服を着れるように頑張っていきたいなということで、本日はですねユニクロの神アイテム3選をご紹介させていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。